撮影許可、行きます。しーちゃん。大丈夫、これ入学の時に学年代表で先行っちゃうから違うところで一人で勉強してるマジで楽しい。せっかく旭川に来たので、ちょっと友達の店もね寄っていきたいなと思っています。しんちゃん毎日通ってるような確かにとこなんですけど、曲一とかも一緒にコラボしてもらったりとかイベントの時もねいつもサポートしてくれて。どういったお店になるんですか？お菓子屋さん？カフェ？スタンドコーヒー的な？スタンドコーヒー、カフェ、お菓子、スイーツ屋さんみたいな。まあ一応チョコ屋さんなんだろうけど。ああ、そうか。いつからのお知り合いで？高校からっすね。高校の同級生で。で今回そのお友達の方にも出演していただきながらお店の紹介だったりお二人の当時の印象だったりとかも。確かに聞きたい。輝いてたはず。あ、すいません、すいません、撮影許可取ってきます。ショコライズさんに訪れました。じゃあ、早速お友達の方にご紹介する。せーの。しーちゃん。はーい。大丈夫これ。よろしくお願いします。ここは、コーヒースタンドなんですけど、チョコレートのお菓子をメインとしたコーヒーとチョコレートのお店です。いつからされてるとか2018年なので5年前ぐらいですね。カメラスのアイス。これ結構そんな感じが。新之助さんはもう結構来る。そうっすね。僕家近所なんですよ。そしてお店の通り道で、うん、それもありつつ母校で学校祭でキッチンカー出店があって合同でやるんですよ。あの OB OG で最近それの打ち合わせとかも来るんです。いつか母校に帰ってみたみたいな撮れたら面白そうですね、うん、いやそうですね。この前ちょうどなんか講演会だったからすごい結構いい良かったんですよ。すごい熱い魂を持った講演で先生方の魂震わしましたね。生徒もほぼ寝ることがある。質問はって言ったら全校生徒300人ぐらい全員手上がったんですよ。すごい盛り方だ。ウソップかと思ってた。びっくりしちゃったよ。ここだけの話なんですけど最前列の人すごい寝方しよう。いや、マジ甘かったよね。一番前ですよ。で、結構みんなありがたいこと聞いてくれてた。一番前の子マジで椅子こんなんだよ。こんなんだよ。ほんと落ちんじゃねえかみたいな。危なかったよ。じゃあまず、まあ高校からのご関係ということなんですけど、学校の中ではどういう位置づけだったんですか、お二人は。こんなのってでも目立たないですよ。でも目立ってたでしょ。知らんって甲子園出た時点でもう野球部甲子園出たみたいな感じなんでキラキラはしてましたね。でしょ、うん、モテてたでしょ。ちょっとわかんない。リアルな噂になるほど届いてはないって感じ。お二人は自己分析してどんな学生だったとかって。小村さんはもう最近講演会をしてるぐらい模範となる生徒だったんで。もうだってね、入学ありました。いいですか、あれですよね、入学の時にそうだよ、学年代表で挨拶しました。入試あるじゃない。入試の試験の点数で入学式で挨拶する人は一番良かった人で、先輩方に向けてみたいな、先輩方に向けてこれからよろしくお願いしますみたいな挨拶だったでしょ。あれはだから2番目の人だった。俺2番目の入試で。いやでもすごい。でもすごいですよね。そんなことケンボーさん勉強バリバリできる方だったんですか。めっちゃできるようにする、控えめに言って。いやそう、川村さんのなんかすごい覚えてる名言で、なんか俺ほんと頭悪いからめっちゃ教えてもらってて、いやてかさ、なんでできないの。先生言ってるじゃん。先生言ってること聞いてたらわかるじゃん、なんでわかんないのってめっちゃ真顔で言われて、あ、世界ちげえって。川村さんって野球部って言われてるじゃないですか。でも商業研究部にも入ってて今でいう二刀流ですよ。資格いっぱい取るみたいな、簿記とか。そう朝練野球して8時ぐらいに切り上げて朝から勉強して、で放課後野球9時ぐらいまでやって、その後また勉強しに行ってみたいな。一般のレベルで一緒にやってたらもう先行っちゃうから、違うところで一人で勉強してる。
僕ちょっとボキャブラ少なめだから割とあのそういう風に見られないことの方が多いですけど。いやいやいや意外ですね。でもすごくいいですよね。できなそうでできるっていう、うん、数字の鬼っすよ、うん、仕事とかでも。そう数字得意なんです、うん、逆にしんのすけさん剣道さんから見てどういう。あ野球部なのに一人だけ坊主がやたら長かったっすね。僕とかこう3ミリとかみんなするんですよ。3ミリとかなんか一人だけやたらなんか多分ミリ数長いんですよ。9ミリとかで20ミリとかも坊主じゃないからね。でもさちょっとでも長くしたいみたいな。いやそうでしょ。中学のクラブチーム23人ぐらいから8人一緒に同じ高校行ったんですよ、うん、で甲子園目指していこうって言ったんですけど、うん、最初門前さんその高校入りたくないって言って、もう高校で野球やらないって言って坊主嫌だっつって、うん、でそれが理由だった。え結構でかい理由で、いやでかい、だいぶでかい。坊主したくないっつって言ってて、だからあのいわゆるなんかその推薦とかも来るんですよ。断ってて、うん、彼断ったのにやっぱり野球やりたいって言って一般入試で入るっていう謎のムーブをかましてきててもったいないことしてるっすね。で野球部って基本しかみんな大体体育科って体育コースあるんですけど、はい、体育科に所属するんですけど、例えばなんかその体育が好きじゃないかって、あの商業科に行きたいって言って、なんで僕体育科に決まってたんですよもう、はい、なんですけど門前さん商業科行くって言ったんで、うん、ああじゃあ俺も商業科でって言って急遽変えて、速攻川村に電話して、一応極大校行くことになったから体育科やめて商業科に変えてくれんって電話してじゃあいいよって言ってくれて、それで消防活動。部活同士での接点とかも特にあんまなくなんかダメなんですよね、あんまりそういうのが。あ恋愛禁止、恋愛禁止、恋愛禁止で知らなかったですよ。バレー部がですか。知らなかったです。知らなかったですよね。バレー部は恋愛禁止で、野球部は、野球部は全然 OK。 野球部は全然 OK。 野球部としてないよね。してない。ピー入るよこれ。してない、してない。してません。ありがとう。アメリカのです。ありがとうございました。また遊びに来ます。ありがとうございます。